こんにちは。今日は、一番大きい町と二番目に大きい町をつなぐ、二本の道を実況したいと思います。左上の地図で言うと、赤色が今回進む道で、一番目の町が黄緑、二番目の町が白色の丸の中です。そして、水色の矢印の場所からスタートして、右側に進みます。前に立体駐車場が見えてきて、交差点を右に曲がって、右手にビル左手に駅が見えてきます。左側の駅は、ローカル線、第三機場の路線、地下鉄の始終点駅です。この駅は、ワールドの端の端にあります。PS ビータのマインクラフトばっかやっていると忘れてしまうのですが、スマホだとか PC のマイクラだと端がないんですよね。描画の距離とかも長いし、そっちの方でやろうかなとかも思うのですが、寝っ転がりながら遊ぶには、PS ビータから離れられないんですよね。気がついたら右に曲がって坂を登っていました。第三機場の路線と立体交差して、交差点を直進します。今左側に見えている路線が、ローカル線となっています。まっすぐ進んで、トンネルに入ります。トンネルの中で右側にカーブして、交差点が見えてきます。ちなみに交差点を直進した場所が、この動画が開始した場所です。この交差点を左に曲がり、2番目の街に進みます。この右側のビルを最後に街は一気に田舎になります。このビルは今通っている道からのエントランスが4階になっています。坂を登って、両側に山が迫ってきて左手が畑、右手が駐車場になります。急にめちゃくちゃ田舎になりましたね。この辺りは、小さめの家なんかを作ってもよかったと思います。ここの交差点は、直進というか、右に進んで、橋を渡ります。ここの橋はアーチ橋になっていて、この橋を作るために、川幅を広げています。夜はこんな感じ。個人的にうまくできたなぁと思っています。橋を渡ると、何か建物が見えてきました。あの建物が、2番目の町の端にあるマンションです。誰も知らないはずなのに、誰もが知っているみたいに言ってしまいましたね。謝ります。前方と、右に建物がいっぱいあって、一気に都会的な風景になりましたね。坂を下って、ここのカーブを右に曲がって、交差点に入ります。左側の建物は、下4階は商業施設上はホテルとなっています。ここの交差点を直進します。左は、駅前ロータリー、3番目の町、右は、マンション、これから走る道の旧道となっています。前に何かコンクリートが見えてきました。あれは、第三機場の路線です。路線が左の建物の中を走っています。建物と線路の構造物は一切くっついていないので、一切揺れが伝わらない構造です。その下をくぐり抜けます。ここの交差点も直進します。ここの左は駅前の大通りで、4車線あります。2車線になって、歩道が無駄に広い道になりました。中層ビルが両側に広がり、次の交差点が見えてきました。この辺りというより、今回通っている場所全部ですけど、道が白線の次すぐ歩道ですね。最近作ったところは、白線、コンクリート、歩道なのでなんか圧迫感があります。交差点を右に曲がります。左側にある、茶色い建物がこのワールドで一番高いビルで、高さ111メートルあります。ただ、ガラスの内側に白いコンクリートの砂を入れた、ハリボテ建築ですけどね。空港線の下をくぐります。この左手にある建物は、空港線と地下鉄の駅です。地下鉄は、この道路の下を走っています。右側にホテル、左側に公園があります。公園には展望台があって、街を見渡すことができます。駅のホームが見えてきました。橋を渡って、坂を下ります。この橋を渡ったら、2番の町が終わって1番の町になります。駅前の噴水が見えてきました。この道の右側は、作ったデータ飛んで、2年くらい何もしていない気がしますね。さすがに寂しい雰囲気ですね。左側の建物はホテルです。一番上の階が大浴場になっているタイプのビジネスホテルで、95部屋あります。次の交差点で右に曲がって、路線の下をくぐります。この駅は、空港線、第三機場の路線、地下鉄線が走っています。実はこの左にある赤い建物の裏に空港線の次の駅があるんですよね。右の駅との距離は、40メートルほど。このワールドで一番短い駅間だと思います。日本で一番短い駅間が松浦鉄道の佐世保中央駅と中佐世保駅間の距離200メートルですので、わけのわからない近さだと思いますし、なぜこんなに近くに作ったのか自分でもわかりません。線路の下を通って、駅とバスターミナルなどをつなぐ空中回廊を越えて、間もなく夜になります。意味わからないと思いますけど、ここを左に曲がったら急に暗くなります。夜になりました。ここの左側のビルは、2020年8月に作ったビルで、初期の建物に関わらず今でも、ワールドの中で、TOP クラスに好きな建物です。前に立体駐車場が見えてきました。ここの駐車場は、5階から9階が駐車場になっていて、265台止められます。左手に駅が見えてきました。
ホームが3階にあって、駅の面積的には、さっきの立体駐車場まで駅の敷地という駅の面積的には、このワールドで一番大きいと思います。めちゃくちゃ急な坂を登って、交差点に入ります。この道は、歩道がなく、歩行者通行禁止の道となっています。左に曲がると、海岸線を走る道に入ります。一応こちらからも2番の街に行くことができます。ここの交差点を左に曲がって、まっすぐ行きます。ここの右側は、断崖絶壁になっていて、さっき見えたエントランスは、ビルの4階部です。今前に見える山は、結構高いように見えて標高45メートルしかないです。田舎道を進んで、交差点が見えてきました。左に曲がると、さっき分かれた海岸線の道につながります。アーチ橋を渡ると、2番目の街が見えてきました。崖の中をすり抜けていって、マンションが見えてきました。このマンションは、電気のついている部屋ついていない部屋があって、結構こだわりました。坂を下って、右に曲がります。マジで何も話すことが思いつきません。交差点をまっすぐ進みます。コメント返しでもしようかな？そういえば最近実況中にコメント返しする人あまり見ませんよね。ここら辺の建物は明るくするとか考えてないのが多いですね。箇所分時間の奪い合いが深刻化してコメント返しとか見てる時間ねえよって感じなんでしょうか。交差点を右に曲がって一番目の道に向かって進みます。鉄道線の下をくぐってどんどん進んでいきます。そんなこと言っているとコメント返ししない方がいいかなとか思ってきました。明るいホームと建物が見えてきました。というかよく考えたら質問コメントなんてありませんでした。辛い。交差点を右に曲がって、鉄道の下をくぐります。これでこの動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。どうか、チャンネル登録よろしくお願いします。